ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくのが BMW M850i、 こちらをご紹介させていただきます。いやもうかっこいい。かっこいいですね。かっこよくないですか。はい、はい、初ですね。東京店の方で確か一度グランクーペも通ってるの、あ、ご紹介させていただいてるんですけれども、はい、確かそれ黒だったんで、ええ、またちょっとボディカラーが今回違う、はいはい、ミネラルホワイトってことで、はい、全く違う感じの。そして6の後継になるんですか。どうなんでしょうねって言われてますよね。ですね、はい、6の後継ですけどね。なんかもう8っていうイメージだと僕はもう昔の8のイメージしか、おっさんなので、はい、あのイメージしかないんで、まあね、だと6で通してくれればいいもんね。でもちょっと車格が上がって金額もこう7とこうちょっと張り合うぐらいの金額になってるんですよね。1100万円スタートぐらいで、まあそうですね、ですよね。これだと1700万ぐらいの新車価格プラスオプションになりますけど、で M を除く一番上のトップグレードということで、結構いろんなところが豪華だったりとかしてるわけですね。まあ、7とそうですね、同じ位置づけなんですかね。なるほど、はい、じゃあそんな車を今回ご紹介させていただきたいと思います。でまず外観からいくと、なんかものすごくこうスタイリッシュじゃないですか。平べったくって。そうですね、なんでしょうね、7と真逆に言ってません、ね、はい、なんかこうスポーツに振ってるというか、はいはい、もうライトとかももうすごくシュッとしてるし、はい、グリルも最近大きくなりがちですけど、そうですね、そんなに大きくせず、はい、どっちかっていうとこう横のワイド感の方が主張されてる感じで、でグリルもこれあれなんですね、黒とかじゃなくて、ね、なんて言えばいいんですかね、ちょっとゴールドっぽいというか、はい、これあれですよね、さっき話した開く、そうなんですよ ね、 ここね、これパカパカするタイプのグリルがついてる、はい、中がこう見えちゃうよりかは、あ、確かにそうですね、うん、いいですね、そういうメリットもありますね、はい、そしてこの辺なんかしっかりグロスブラックになってたりとか、はい、そしてバンパーの形状もちょっとこうスポーティーな、そうですね、感じですよね。まあ、M850 なので、まあ、スポーツですね、 M スポーツというか。なるほど、はい、そしてもうボンネットがめっちゃ長い。長くないですか。そう言われてるんです、長いです、ね、僕写真で横の写真見てめちゃめちゃ長いなと思って、はい、もうなんかここも長いし、はい、このオーバーハングも長いし、はい、なんかすごく長いなと思ったんです、ね、余計こう車が平べったいんでそう見えますよ、ね、あ、見えますね、はい、そして横に回っていくとホイールが標準で20インチ装着ということで、はい、これもありがちなこう黒とこのダイヤモンドカットじゃなくて、はい、ちょっとこうグレーというか、そうですね、黒とあれはオプションの方なんです。あ、そうなんですね。そうです、ノーマルのベーシックのタイプはこのカラーの入れ替えですね。なるほどなるほど、標準で20インチが装着されていると、はい、でタイヤのサイズが2453520、そしてフェンダーにはこうしっかり M のロゴも入ってて、はい、でこの辺ダクトもついてるんです。この辺の処理も一緒なんですよ、なんか質感が。質感がね、同じ。グロスブラックとちょっとゴールドっぽいというか、うん、ミラーのね、あそこなんかも、そうなんですよね、ミラーもこんな感じで、はい、でベースなんかもしっかり全部このツヤのある黒なんですね、はい、まあ、ここら辺がね、やっぱりそのポルシェなんかだと色がね入ってなかったりするから、お金払わないと黒くなるそう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 、 BM の場合はもう最初からちょっと高級感のある、やっぱりソジのパーツないとちょっと高級感ありますよね。そうですね、そこはありますよね、はい、そして窓枠だったりとか全部、はい、そして天井も低いっすね、これ低いですね、やっぱりクーペよりかはなんかちょっと高いんですよね、6センチぐらい高いんですね。そうですね、はい、クーペ見たことありますか。クーペあります。ありますか、はい、何でも見たことあります。ありがたいことに視点を回らせていただいてるんで、はい、そうですね、いろいろ見てます。でもそれにしても低くないですか。そう低いですか、はい、なんかでも位置づけにはパナメーラみたいな位置づけなんで、ちょっとそういう完全にパナメーラをやりに来てますよね、これ車的に。そう、なんかもうスタイリングもエンジンもなんか内装の作り方とかも、ね、はい、完全にバッティングといいところついてるのかもしれないですね。上とパナメーラの下のちょうど中間あたりをこうついてる。なるほどなるほどなるほど、はい、そして横はこんな感じで、まあ、ちょっと天井低いんで中の居住性気になるところなんで、ちょっと中、後で、ね、はいはい、後で見てみたいと思います。そして後ろも同様に20インチ、ちょっと太めのですよね、確か275320が装着されてます、はい、しっかりやっぱりキャリパーも片押しですけど、標準でも20インチって当たり前ですよね。そうですよね、本当びっくりですよね、はい、普通に喋ってますけどね20インチ当たり前ですから。インチアップするともう21、2とかなんですかね。そうですね、はい、
すごいですよね。それでこう走行性能をこうスポイルしないわけじゃないですか、はいはいはい、普通に走れちゃうじゃないですか、はい、なんか昔の22インチとかって言ったらもう乗り心地全然無視でもうどこも行けないだろうって感じだったんですけど、今結構20インチスタートなんでインチアップしてもそこそこ乗れちゃうっていう。そしてちょっと通り過ぎちゃいましたけど、天井全部ガラスなんですね。これ パノラマのオプションです。なるほど、オプションの。じゃあもう前から後ろまでこうガラスでつながってて、すごくここもスポーティーさを演出させてるし、高級感もありますね。ホワイトカラーにはやっぱり合いますよね。あ、なるほど。あ、確かに白黒のツートンになっていい感じですね。そしてテールがまたかっこいい、はい、ちょっとこれ6感を感じるんですけど、なんか ここ分かります、ここが、はいはい、ちょっと先代からこう、はいはい、来てる感じ、ね、やっぱりあの いろいろ意見ありますけど、個性的な確かに個性的な確かに、はい、で僕すごくかっこいいと思いますよ、はいはい、リアは。ただ一点残念なのは、はい、ちょっとこのマフラーこれどうしてこうなったっていう。そうですね、ここはもう大概ね、今ちょっと室内だからですけど、外見で行くとちょっと目立っちゃうんですよね。中見えちゃいますよね。中見えちゃうんで、なんかこれないですかね、黒く塗る感じですか。せめてちょっとこの中のパイプを黒く塗った方が、ね、ここがちょっとでね、これだって初見で見て完全にこう意見が一致しましたからね、小島さんと、ね、あそうなんだよっていう。そうここはねちょっともうちょっとなんかうまいこと処理してほしかったですよね、はい、例えば こんなにカッター大きくしなくていいから、はいはい、もうちょっとちっちゃくするとか、はい、か逆にもうこれに合わせたこうエンドをこう出してくれた方が。パイプ切っちゃうまあでも見えなくするっていうのも一つの手ですよね。ちょっとこの辺は多分ね皆さん結構思うと思います、うん、まあでもそこはやっぱりボンドグループの出番ですよ。なんかねでも何か、はい、誰か やっていただいて、まあ、なんか多分社外品とか、はい、まあ、あと純正加工でいろいろできるんじゃないかなっていう。でエンブレムなんかもしっかりこう、そうですね、はい、サテンなパーツになってると、はい。そしてトランクの開き方はやっぱりこう、なんですか、フォードはクーペ、はいはい、BM6 とかこんな感じ。この流れでいくと、結構なんか他のメーカーだとハッチバックにしがちじゃないですか、ボディの流れでいくと。あえてトランクなんですよね。なるほど。RS7 とか、7とか、あとパナメーラとか、そうそう、ハッチバックですよね。ハッチバックなんで。あえてのトランク。あえてのトランク。でトランクもクーペよりちょっとだけ広いんですよね。なんか20リッターぐらい広いっていう。あ、そうですね、はい。まあ、そもそもボディが結構クーペより全然長いし、じゃあ、あれいつもの持ってきますよ、はい、ゴルフバッグも入れてみましょう。そして開口部は割と広めですね、さすがギリギリまで。ただ高さはかなりやっぱりないんで、まあ、ちょっと背の高い荷物なんかは工夫が必要かなっていう感じはします。でも意外に入りますよ。でもここをねやっぱりそのプロジェクション貼ってもいいかもしれないですね。あ、なるほど、ちょっと当たりやすいかもしれないですね。結構奥行きあります、ね、あ、もう全然全然。でもここがちょっと出っ張ってるんで、これカバーつけちゃうとこうなっちゃいますかね。そうですね。なるほど、こんな。ただトランクスルーできるんで、トランクスルーできます。で横にはちょっと入らないので、シートが424でですよね。ああなるほど、じゃあもう十分な容量も、まあ、4人はきついと思いますけど。そうですね、まあ、ゴルフで例えちゃうと思う。ちょっと高さがないんで重ねたりとかっていうのはちょっと厳しいですかね、はい、なるほど、こんなトランクになってると、はい、これはじゃあ、まあ、まあ本来だったら向こう頭向こうで入れた方がいいですけどね。そうですね、はい、そしてこの下とかっていうのもスペースちょっと、あ、下はもう全く開かないんですね。これないんですね、下は。下、はい、この下、この下よくあったりするじゃないですか。あ、ないんだ。ないんですね。ない。じゃあちょっとその収納関係はないんだね。はい。だいたいこう開いたりするじゃないですか。うん。ないんだ。横とかも本当にこれだけなんで、うん、ちょっと収納関係は。そうですね。はい。やっぱちょっとグランクーペというだけあって。まあ、どっちかというとクーペ寄りな。はいはい。セダン並みを期待するとちょっと少なめかなっていう。はい、で当然電動のゲートなんかはしっかりついてると。はい、じゃあ続いて内装をちょっと見てみたいと思います、はい、あ、でも思い出した、はい、これ鍵自動なの知ってます？え、どういうことですか？もう鍵開けるシグいらないんですよ、シグさん。え、どういうことですか？いやいや、だから鍵を、はい、まあ今鍵持ってるじゃないですか、はい、閉めるじゃないですか、はい、閉めますよね、はい、ちょっと僕遠くから現れますよ、はい、え、一回離れて閉まってますよね、はい、来ますよ、はい、本当だ、開くんですよ。
本当だ、もう触る必要すらないですね。触る必要ないです、しばらく離れると勝手に閉まっちゃうんです。あ、そうなんですか。それもついてるんですね。ついてる。なるほど。何年か前に国産車でそれがあったんですけど、そうそうそう、消えたじゃないですか。なんで消えたのか分かんない。なんで消えたのか知ってます？よくわかんないです。あれって結局位置が微妙なところにいると、うん、閉まったり開いたり繰り返しちゃったりとか、はいはい、なんかちょっとその制御の方の頭が良くなかったんですよ。あ、で一時期なくなったんですよね。そしてついてるんですね。またちゃんと動くようになって BMW で復活してるんですね。そう、なるほど。設定はできると思うんですけどね。あ、なるほどなるほど、はい、いいっすね。なんかちょっと近未来感を感じました。近未来感、はい、じゃあ中行きましょう、はいはい、そしてドア、内装かっこいいっすね。これかっこいいです、はい、これオプションのレザー、はい、そうですね、オプションのバイカラーのレザーの仕様になりますね。なるほど、赤と黒で。ドアからちょっと見てみましょう。これドアのなんかこのデザインもちょっと近未来チックじゃないですか。そうですね、だからアルミのところも使ってる部分もあると思うんですけど、かなりスタイリッシュですよね、はい、しっかりこのステッチも入って、このアルミというかこの金属の質感のこの部分のデザインもちょっとこう、ね、エッジが効いてるというか、そう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 、でしっかりハーマンカードンのツイッターもついてて、あのグランクーペとか忘れちゃいけないのはこのカーボン、カーボンコア、カーボンコアですね、はい。あ、ドアを開けると見えるとこのカーボンコアですね、はい、これ結構好きなんです、個人的に。これ小島さん作ってるの見たことあります？ないです。僕 YouTube でその、うん、カーボンコアができるまでみたいな動画あるんですよ、うんうん、ひたすら見たんですけど、すごいっすよこれ、うん、本当に。じゃあそれ見よう。なんか この辺と、うん、あとそのルーフのなんか骨組み、うん、あとはフロア そのセンターのトンネルの上になんかそのカーボンのやつを接着剤で貼り付けてるんですよ。でそれがすごいんですよ、とにかくすごいの。なんかいわゆるなんか車を作ってそうなところで作ってる感じじゃないんですよ、ちょっと。それは BM のってこと？そうっす。すいません、好きだと言って、ね、言いながら見てます僕なんかそういうちょっと作る系の動画とか好きなんですよ。で見るんですけど、なんかもう大学の研究室みたいな、もう明るくて綺麗なところで、なんかもうそういう格好じゃない人がなんかこう作ってて、じゃあどういう格好かどうかって、こんなところで作ってるんだっていう。ちょっとそれ動画の説明内に入れておきましょう、はい、ちょっとびっくりする。見ときます。で、あ、こういうところカーボンにしてるんだっていう、それ見てこの車見たら全然また見た目と違う感じですね。そうですね、多分印象が結構違う。変わると思います。だからこうスーパーカーなんかだと全部こう、あ、スーパーカーって言っちゃダメなんだ、僕スーパーカーのイントネーションがおかしいって言われてますねスーパーカー、スーパーカー あのフレームだともう全部カーボンじゃないですか、はいはい、でもこれって金属とそのカーボンの合わせ技じゃないですか、はいはい、だから結構こう見応えあります。見応えあります、はい、見てみます、はい、余談で、はい、そして中に戻ると、もうレザーの高級感もありつつ、そうですね、 BM らしさもありつつ、はい、シートかっこいいですね。シートかっこいいです。だからさっきもちょっと話したんですけど、このオプションで上にフルレザーっていうのがあるんですけど、正直とカタログで見ても現物を見ても分かんないです、違いが。金額差結構あるんですよね。50万と、まあ、10万ちょっとなんで。でも一応見分け方としたら、ルーフがアルカンタラになってなければフルレザーではないってことなので。なるほど。でもこの辺の質感とか見ていただいて もうフルレザーに近い質感で、高級感あるし、かっこいいし、うん、あると思いますよね。フルレザーじゃないんで、このピラーとか天井がアルカンターラじゃないっていう、はい、そのところが、そうですね、そこの区別と、あとフルレザーになった場合のこのレザーの質感がどう変わるかっていうのはちょっと見てみたいなと。ちょっとパッと見は変わらない感じなんですね。これでも十分だと思います。シュートかっこいいですよね。かっこいいです。なんかこのパンチングと、そしてパイピングが、うん、しっかり使われてるっていう。使われてますね。デザイン的にでも、なんて言ったんですかね、高級感があるんですけどスポーツ感があるんで。確かに。ちょっとその7シリーズと比べちゃうと振ってないんで、ちょっと微妙な感じがしますよね。振り切れてはないですよね。振り切れてないんで、まあ、高級感って感じでもないですけど、質感的にここに見ると高級感があったりですとか、うん、なんかうまいことこう高級感とスポーツの感じを両立してる感じが。で、調整はまあスタンダードな調整プラスこの絞り上げるのと、はい、細かい調整がついてますね、はい。まあ、グレードとしては、まあ、さっきも、ね、話してもらいましたけど、上のグレードなんで。なるほど。この下に何でしたっけ、肉の240と、あ、840があって、840ディーゼル4があって、はい、850って感じになりますかね。なるほど。じゃあちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。小島さんすごい、これ低いですか。低い、低いですね。このセダンのなんかシートポジションじゃないっすね。じゃないです。ツッチーの好きな
ね、高くない。そうですね、スポーツカーの、はい、どっちかというと結構こう、まあ、シートのそのリクライニングにもよるっすけど、ちょっとリクライニング倒したらもう本当にスポーツカーのシートポジションですね。でさすがにちょっとこのフロントガラス低い感は感じます。ただ視認性はそんなに悪くないです、はい、そしてハンドルはこんな感じです。 M 独特のこのちょっと太めの、はい、ステアリングでちょっとレザーの質感もかなりいいです。そしてメーターはこのフル液晶というかデジタルのメーターになっていると、ちょっとアウディのバーチャルコックピット的な。そうですね、でもまあどうなんでしょうね、バーチャルコックピットの方がいいかな。本当ですか？いいかもしれない。でも僕的にはどんどんこの各メーカー液晶になってどんどん戦ってほしいです。戦ってほしい、はい、どんどんいいのが出てくる。まだ BM 慣れてないんで使い切れてないのかもしれないです。あ、なるほど、うん、BM っていうとやっぱり定番のこのアナログのっていう感じですね。そこについてもセンサーあるよね、やっぱり。あ、そうなんですか。顔の認知する、あ、そこのセンサー、この真ん中ですか。そうそれであの自動運転とかの表情を見たりとかそういうのするの。あ、そうなんですか。そうそうそう、これ60キロまでだったらハンドルから手離せるんですよね。そうで、ハンドル手離してもう横を向いてたりよそ見したりすると警告音になるんですよ。あ、そうなんですか。だからどっかでセンサー見てるはずなんで。じゃあここじゃないですか。見てるとさ、そこだと思うんですよ、ね、なるほど。でちゃんとこのメーターの脇はやっぱりこの枠が、そうです、実際はついてないんですけど、はい、デザインでされてるんですね。やっぱり最新のあれなんで、ちょっと後でね、また試乗レビューさせてもらうときに、はい、やってもらえる。そして、まあ、この辺の操作関係は変わらずですね。変わらずですね、はい、でパドルはちょっとこの上が大きめのパドルがついてて、そしてなんか全体的に運転席全部向いてますね。向いてます、ね、エアコンの吹き出しもこの辺の関係も、こっちから、ね、見てもらうと分かるんですけど、やっぱりあのこのなんてインパネっていうのかな、はい、ここはだいぶこっち向いてますよ ね, 向いてますよね、はい、そしてこの辺の高級感がすごいです、はい、気になっちゃいますねこれ。はい、でこの辺のダイヤルもちゃんとこうローレット加工というか、うん、ギザギザになってたりとか、この辺も全部ギザギザになってて、でも今のね BM の流れの作りになってますよね。質感がすごいです、はい、ピアノブラックで、でウッドもいいですね、この、はい、ちょっと黒いウッドで、ああ、バッチリです。あ、そしてちゃんとこのドリンクホルダーの縁とかもちゃんとついてて、鍵これノーマルですけど、あのあっちの液晶の鍵がついてる。あ、なるほど。はい、まあちょっとそれ届いてないんですけど。なるほど。そして置くだけで充電できるやつもついてて、はい。はい、そしてシフトがすごい。はい、これ最初見た時ね、すごかったですね。クリスタルじゃないですか。はい、クリスタルなんですか。クリスタルじゃないんじゃないの。ちょっとこのキラキラした。これいいですね、うん、なんか昔のアストンのちょっと鍵をね、はいはい、思い出すような。ボルボも最近こんなの作ってますよね、うん、やっぱりちょっとこういう特別感素晴らしいです。そしてボタンも同じキラキラのボタンなんですね、うん、キラキラです。でもやっぱりね気になるのが指紋なんだよね。あ、どうしてもついちゃう。確かに、うん、ちょっとこうピアノブラックのインテリアとか、うん、このこういうのって指紋気になりますよね、うん、平らだったらねフィルム貼りたりするけど、こういうの貼れないよね、さすがに。いや、去年狭ってそのアメリカのカーショー行った時に、うん、そのこのパネルのプロテクションフィルムも出てました、うん、もしかしたらこう個別にだったら貼れるかもしれないです。ちょっと日本でそれはあるのかどうかわからないですけど、うん、あとはまあこの辺は大体出てますよね。そこはね、この辺は貼っときたいですよね、うん、確かに気になるんですよ ね, そしてこの辺がモードの切り替えだったりカメラだったり、まあ、集約されててかなり使いやすそうです。スポーツモード、エコモードっていうのが、うん、あの本当に変わる車なので、はい、そしてこの辺も高級感いいですね、うん、でしかもだってここもなんていうんですか、中がちゃんとこう、うん、なんていうんですか、何角形か分かんないですけど、うん、カクカクカクってこう分かります。こあ、ここね、はい、あ、これこの中こうカメラに映るかな、映ってます、うん、はい、これいいですね。これね、こっちからあれそっちから見るから光の屈折ですごい、はい、ちょっとダイヤモンドじゃないけど、そうそう、はい、そんなになってると、うん、そしてこの辺の高級感もすごいです。ちょっと黒のレザーはちょっとすべすべ系の、うん、でこのあこっちは赤いプラスチックなんです、うん、でレザーはちょっとこのちょっと何ですか、厚みのあるしっかり系のレザーで、この赤い方は、そして真ん中にこうパカッと開くタイプ。あ、結構容量ありますね。容量もね、はい、シガーとタイプ C と1個ずつついておりますございます、はい、でシートヒーター、ベンチレーションなんかもしっかりもちろんついてますね。ついてると、はい、シートいいですよ本当に。ベンチレーションも後で試していただければなんですけど、はい、かなりあのレベル高いベンチレーションになってます。なるほど、
結構ベンチレーションあのソムリエなんで僕、はい、いやあのご満足いただける、はい、ちょっと重要です。はい、そしてピラーは先ほどちょっと触れた通りファブリックのピラー、まあね、ここはちょっとさっきねいろいろありましたけどちょっとバイザーは正直もうちょっと質感をアップしてほしかった気がします。ああ、ね、特にこ このちょっと縁がいらないですよね、このちょっとこれ、ね、あとねこれ、はい、ドライブレコーダー純正オプションこれね純正じゃない方がいいな。純正アクセサリー何ですか、大きくないですかこれ。まあ確かにちょっと本来だったら ここぐらいじゃないですか。確かに確かに確かに、社外だと倍ぐらいありますよ、ね、倍あるんでこれちょっと社外に変えたいな。なるほど、まあ、その辺もご相談いただければ。全然全然、はい、前から見ると本当にセンターにカメラがいっぱいついてるんでその横にカメラつくんで。ああなるほど、ちょっと存在感がありすぎるかな。一応ねリアもついてる。あ、前後がもうついてますね。ドライブレコーダーになってますけどちょっとお得感はありますね。じゃあ、うん、で後ろの付け方もちょっと、あ、そこじゃないもん。そうですね、ちょっとあんまり、はい、いただけないですね、ご相談いただければそこは変えられます、ね。はい、そしてルームランプなんかも最近これですね、みんな。そうですね、これ高級感あっていいですよね。ちょっとねこうホテルのインテリアというか、確かにちょっと車っぽくない、うん。そしてサンルーフはでかい。でかい、でかくないですか横幅が。あ、横幅ね、はあ、開くのはここしか、これまでが限界なんです ね、 ですね。ここまでいかないんですね。いかないです、ここしか、はあ、でも開放感いいですよ、いい感じです、こんなインテリアになってございます。あ、ちょっとじゃあメーターの中身も見てみましょうか。オンにします。ちょっとかけちゃっていいですかね。どうぞ。うわぁ、なかなかパワフルなサウンドが。メーターこんな感じで、モードでこれ表示が変わったりするんですか。モードで色が変わりますね、あの枠の色が。ああ、なるほど。エコになると青に、コンフォート。あ、なるほど、はい、あんまりそのなんていうんですかね、アウディ のバーチャルコックピット用ね、ゴロ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 っていうのは変わらないです。なるほど、何でも表示できるというよりかはもう基本もうメーターでちょっとサブ的なところが少し切り替えられるっていう、はい、だからしっかり、まあ、そこまでそれでいいっていう人はいいと思いますし、はい、しっかり真ん中ナビになってて、はい、使い勝手は悪くないし、まあこっちが結構画面でかいですし、です、ね、視認性いいですからね、はい、なるほど。でさっきのそのベンチレーション、ベンチレーションはこういう感じで、あ、なるほど、できます、液晶側でも、ここで、あ、できますけど、こういう液晶でも両方できるという感じ。ちょっと効果はどうでしょうか。はい、はい、こんな内装になってございます。はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。で、小島さん、これ気になるところとしてはちょっと飛ばしちゃったんですけど、あ、ちゃんとソフトクローズ、ソフトクローズついてます、ついてるんですね、はい、ついてます、なるほど、はい、やっぱりこのグランクーペといえばリアですよ、はい、リアの居住性が、はい、いかなるものかちょっと乗ってみたいと思います、はい、いやこれは僕はいけてると思いますよ。いや意外に僕ちょっとレビュー見たんですけど、はい、ちょっとレビューとだいぶ違ったなっていう。あ、そうですか。結構後ろ全然この居住性あるよっていうレビュー多かったんですけど、やっぱりちょっと想像通りというか。え、嘘、天井低くないですかやっぱり。そう、座高マックスだから。あ、座高があれだからですかね。私もう十分ですよ。本当ですか。ほら見て見て、ほら上はちょっと、僕ちょっと175座高マックスなんですけど、もうついちゃいません、ね、髪の毛が。そしてこのピラーが寝てるじゃないですか、はいはい、こうグイって、まあ、ここの B ピラー見ていただけると分かると思うんですけど、こうグイってこう寝てるんで、うん、ここの圧迫感が、え、本当に、はい、じゃあ感覚の違いだね。感覚の違いですか。もう僕全然こうすごいいい感じで。本当ですか、うん。まあ、結論から言うと、まあ、僕みたいなデブが、座高が高いデブが乗るとちょっと窮屈っていう。本当に、いや、なんか4人乗るのはもう最適だなっていう。本当ですか。ちょっともうちょっとここのスペース欲しかったです僕、あ、まあまあ、ここはでもしょうがないんじゃないの。そうですね、かっこよさ、はい、でもこう触ってもらうと分かると、一応気を使って。ああ、そうですね、そうですね、ここえぐれてるんで、えぐれてるんで、はい、一応ね、そうですね、うん、気がつかない。まあ、最大限ちょっとこうどうにかしようっていう努力の後は見られます、うん。他のメーカーでさ、あんまり気にしないところってここもまっすぐじゃない。確かに確かに、うん、そう考えるとやっぱり、いや、でもこの見た目だったらまあもうしょうがないなっていう、もうなんせかっこいいですから外観は。168の私はもう十分です。僕だとちょっとここが窮屈かなっていう、はい、ただ中のこの辺の広さはすごく感じます、
ただまあちょっとね、皆さんいろいろあるんで要確認で、そうですね、個人的な、はい、やっぱり個人で感じ方違いますから、はいはい、でも一応これ車検証何人乗りだったの？5人なんですよ。でしょ、これで5人乗りかいと思いました。だからこうまたいで乗るっていう、そうそうそう、びっくりですよね、うん、一応シートベルトのキャッチがついてあるんで、最初5人乗りなんて思ったんですけどね、びっくりですよね。そしてリア、ちょっと今エンジンかけましたけれども、ちゃんと4ゾーンのエアコンがついてて、シートヒーターもしっかりついてると。で USB が 2K と。これドリンクホルダーとかはないんですね。え、アームレスト、あ、こっちですね、はい、そこね、はい、前、とんだポンコツ発言をしてしまいました。え、ちょっとこの辺高級感が、そうっすよ、さっきだって小島さんこれごとこう倒すから、いやいやいや、何回も言わなくてもいいじゃん、はい、こういうアームレストから、いや、ちょっと変わってんなと思ったんですよ。そうじゃないっていう、そうじゃありません、はい、すみません、ちゃんとこういうアームレスト、はいはい、これ高級感あっていいっすね、はい、ドリンクホルダーだとこの辺の高級感もいいです。で、ちゃんと少し収納もついてて、はい、こんな感じで、いや、いいですよ。でもリア、さすがにちょっと上下のスペースは僕ちょっとタイトに感じますけど、これでもこれ今運転席座ったけど、スッチこれ下すぎだよいやいやいや、ちょっとレーシングポジションで乗りたいじゃないですか。あ、じゃあ、まあ、普通の人大体普通の感覚で言うとこんぐらいですよ、はい、そしたら十分じゃないですか。いや、足元とか全然十分ですよ。あ、横のね、そうです、高さ、上下のちょっとタイトさ感じます。ただ前後とあとこの横幅はものすごく広いです。こんな感じのリアになってます。だから 上下だけじゃないですか、僕本当にだって降りる時もこうする。あ、まあね、うん、だから前後左右のスペースはすごくあるっすね。だから全然そういった意味ではタイトさ感じないっす。ただデブと座高高い人はちょっと後ろ窮屈ですよっていう、はい、なんて思います、はい、だから普通の人はあんまりこう、はい、参考にならないレビューになっちゃいましたけど、ただもうこの外観からすると全然上下のタイトさあってもいいです、はい、僕は、はい、やっぱりおしゃれは我慢ですから、おしゃれ我慢、はい、おしゃれ我慢です。続いてボンネット見てみたいと思います。ボンネットが S63 エンジンでしたっけ。そうです、 4.4 リッター、はい、V8 ツインターボ、はい、これあれですよね、M8 よりちょっとパワーは抑え落として、基本のとかは確か変わらない感じだと思いますね、はい、でトルクも結構いいトルク入ってるんで750Nm ぐらい出てるんですよね、はいはいはい、だからもう十分ですよ。で M と大きく違うのがなんかこの液マニが違うんですよね、はい、はい、そうですね、なんかクロスバンクエクゾーストとかって言って、はいはいはい、排気管勉強しました今回は。何が違うんだろうなと思って、はいろいろ、はい、調べたら、なんかそのクロスバンクエクゾーストって言ってその排気干渉しないように、はい、こっちバンクとこっちバンクを別々にこう合体して2本こうやってるんですよね。でそれがこっちの車だとついてない、ついてない、だからちょっと上の馬力が足りない、足りないって言い方よくないですね、出ない出ないというか、まあちょっとあえてちょっとセーブしてるっていう。ただトルクに関してはこれ M8 と一緒なんですよね、750Nm 出てるんで、だからその辺はもう味付けの違いですよね。上こうグワッて丸エンジンするのか、まあどっちかっていうと普通のグレ、普通のっていうか M 以外のトップグレードだからちょっとコンフォートにも振ってるわけじゃないですか、振ってますね、そういう味付けになってるんじゃないか。ただもうエンジンルームはもうやっぱりちょっとスポーティーさが隠しきれないというか、フォーマンスですか、で本当にいい意味でコンフォートとスポーティーさをちょっと両立してますよね、はい、いやかっこいいですよ。そしてちょっと下調べでも言ってましたけど、この補強がすごいっていう、うん、まさかインテークのこのパイプを突き切ってるっていう、ここね、そう考えると結構あんまりないですよね。ないですよね、うん、ここね、だいたい上をまたいでるじゃないですか、うんうん、あったとしても、うん、一緒にくっついてるね。そうなんですよ、しっかり止めてあるっていう。さすがにこうタワーバーとかはないですけど、ちゃんと前後の補強は入れてあって、うん、これタワーバーいらないよね。まあその車の味付け的にも多分、うん、そのガチガチにしないっていう多分意味なんじゃないですか多分。先日ちょっと名古屋店で、うん、X3M コンペティション撮影する機会あったんですけど、うんうんうん、知ってますあれ、うん、ターバーがここを貫通してるんですよ。貫通してるって言い方よくない、ターバー型にえぐれてて、えぐれててガーってこう、あれ良かったでしょ。良かったっす、
ちょっとあの試乗したかったです。試乗できなかったんですけど。あれ、もう運転席、あれも結局そのあ言っていいのかな、オークションで買おうと思って名古屋店と競ったんですけど負けて名古屋店が勝ったって、もう欲しいんですよ、あれ。あれいい車ですよ。買い取りお待ちしてます。ちょっと乗ってみたいです僕も。あれいいですね。はい。ちょっとエンジンルームとかでもなんかちょっとそういうキャラクターの違いとか見て取れますよね。ちょっとコンフォートさとスポーティーさが本当に両立されてる、はい、そんなこのエンジンはまた感じがします。試乗デビューで、そうですね、はい、今回ちょっと乗れるということで、はい、めちゃめちゃ楽しみです。わかりました。続いて店頭周りを見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。行きましょう。はい、それでは試乗に、はい、行ってみたいと思います。いやもうめちゃめちゃ楽しみですよ僕。初です、はい、でもなかなか8のグランクーペ 乗る機会がないですよね。ないよね。でまたクーペと乗り味がちょっと違うので、うん、なんか結構こう長さを感じるとかっていう、いや本当か感じない、嘘か誠か感じない、うん、まずコンフォートからいきましょうか。はい、エコ、エコモードかな、はい、エコモードですね。エコモードで、いやポジションがもう本当に普通に、うん、あのセダンのポジションじゃないですよ。クーペの、クーペというかもうスポーツカー、スポーツカーの、はい、ベンチレーションの音もベンチレーションの音が、音っていうか、うん、この風の勢いもすごいんですけど、うん、寒いぐらいのベンチレーションが効くんですけど、ベンチレーションソムリエ、いやいやこれかっこいいかもしれないです。ちょっといや結構レンジ系もすごいじゃないですか、うん、ベンチレーション超えてるかもしれないですよこれ。で今回も、はい、ちょっとじゃあ高速に乗って、高速道路で、まあ、でもコンフォートいいでしょ、スポーツ行っちゃう。いやいやスポーツで、スポーツ、いやもうコンフォートだと、うん、え全然音違うじゃないですか、エンジン、ね、ちょっと待って、ベンチレーションがうるさすぎて、ええちょっと待ってください、さっきの音違うでしょ、マフラー、え全然別の車じゃないですかこれ。全然別っすよ。スポーツモードだともう全然違う。いやいや今さっきコンフォートの時は、うん、もうなんかこうスタイリッシュな7シリーズじゃんとか思ったんですけど、うんはいはい、表現しますでしょ。表現しますねこれ、うん、あれこれってでももしかしてスピーカーで音作ってます。作ってないんじゃない。え、スピーカーで音作ってる気がしますよ。本当に？はあ、ちょっとそのわざとらしく感じちゃうぐらいすごい、うん、作ってんの。いやいやボリューム関係ないですよ。関係ない、ね、関係ないです、関係ないです。すげえすげえこれ、この乗り物すごい。いやこれ作ってないでしょこれ。いやいやスピーカーで音してる気がしますよ。なんかしてませんかね。いやそのぐらいなんかこう、うん、V8 サウンド、うん、しかもちょっと BM の V8 サウンドってちょっと独特じゃないですか、うん、なんかメルセデスみたいなちょっとドロドロ言ってないじゃないですか、うん、うわこれ別物、うん、このカーブをちょっとスポーツ感じで、これすごい。これはちょっと僕の語彙力は追いついてないです。車に結構感動しますでしょ。感動しますねこれは。これちょっとまずコンフォートとスポーツのこの切り替えで衝撃を受けたし、足回りもすごい滑らか、しっとり、しっとりだけどちゃんと踏ん張ってますよ、うん、全然ロールしないですもん、うん、これいいな。
結構でもシフトステアリングはなんかこう、うん、なんですか、車側にこう、うん、アシストされてる感ありますよ。こうはみ出しちゃった時じゃなくても、自動とかねいろいろついてますけどね。でもさ、あの安全装備とかついてますけど、今ちょっと試したくないでしょ。試したくないです。ちょっとその本来の車を楽しみたい感じでしょ。乗りたいです。これさ、ちょっともう一回コンフォート戻していいですか。エコですか。すごいすごい、本当にすごい。これは7シリーズじゃないですか。エコでしょ。はい、うん、あ、でも足も本当によりソフトになりました、うん、ちょっとこう踏んでみて。うわ、うん、なんかこの味付けも違うっすね、全然、うん、違うでしょ。違う車乗ってる感じでしょ。はい、じゃあ行きますか。スポーツモード変わりましたね。いやいや、もう全然全然。しかもアクセル抜いた時もエコだとふわーってこう抜けてくす、加速感が抜けてくっすけど、もうスポーツモードだと離した瞬間にこうエンブレがかかる感じ。これすごい。だから2つの車を楽しんでる。そうですね、本当に。いやいや、これスポーツにすると本当に、なんだろう、もう変な話、はい、コンフォートだと運転に苦じゃなかったらもうどこまででも、そうですね、いける感じがいきなりこう表現する感じで。ハンドル重たいのかな、重たく演出されてんのかな。いや、演出してますよ。演出されてますよね。してます。なんか本当にこうまっすぐビターってこう走ってる感じしますよ。ちょっとのこれもいらない、うん、車側にこうやられて、うん、で長さ感感じるって言ったんですけど、なんかこの乗り味だとここから後ろの存在忘れますね完全に忘れますね。これすごい。本当はさ、自動運転とか試してもらいたいんですけど、スッチーそんなの試すけど一切ゼロな感じ。いやいいですよ。これでも走って楽しい車ですよ、うん、それが正直レビューなんで、はい、でも一応ね、安全、どうですね、ここら辺のボタンがついてて、はい、渋滞とかは、ね、ACC 最近の使えますよね、うん、使えるんで本当に首都高とか楽ちん。ハンズオフで完全に離せるんですよね、うん、離せます。この本当に張り付いてる感すごいですよ、地面に。スポーツの低いから余計そう感じるんですかね。そんなことないんじゃないですか。でも助手席の乗り心地も全然ですよ、いいですね。こういう感じじゃないですよね。全然全くないですね。画像でね、この2人の頭が跳ねれる具合がそんなに跳ね、まあね、跳ねてないと思いますけど。これちょっと踏んでいいですか。早い早いし、この音が、うん、すごい。この音ってさっきも話したけどベンツにない。そうですね、そうですね、うんうん、グワーンっていう。これ本当演出してんのかな。してる気がしますよ。なんかちょっと嘘くさく感じるぐらい、うん、マフラーの音とエンジン音聞こえません、うん、そうかな。だってエコにしたら全く聞こえないじゃないですか、うん、ほら、こんなに変わります。だってバルブ開け閉めとかの日じゃないっすよ、うん、コンフォートは、コンフォートは、コンフォートはあれだね、普通だね。そうっすね、まあ程よく、うん、いやこれバルブ開け閉め以外になんかちょっと他にも演出されてる気がしますよ。本当にちょっと要調べ、要確認ですね。M5 確かありましたよね。 V10 から V8 になった時にやっぱり VT サウンドがなくなっちゃうっていうんで、スピーカーから音作って出してたりとか。国産でいうとなんか86なんかも音作って出してるんですよね。いやでもその演出がすごいっすよ、これ。これいいな、本当にセダンじゃない。まあでも i8 もね出してるからね。そうですね、うん、いや本当運転上手くなった気しますね、うん、そしてなんかこう BM のこうハイパフォーマンスモデルって、うん、なんかちょっとあんまりそういう比べたり一緒にするのあれかもしれないですけど、ポルシェと同じ匂いするんですよね。前にいるからそれやってください。セット、はい、今自動運転中でございます、はい、ハンドル
手を添えるだけですか。スラムダンク風に言うと手は左手は添えるだけですか。そうね、はい、スラムダンクってもさ年代だよね、はい、左手は添えるだけ、うん、すごい超楽チン。何もしてないです。ああもうアクセルブレーキ全部自動です。わすごい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 。めっちゃハンドルアシストされましたよ。アクセルも踏んでない今。踏んでないです。何もしてないです。全くしないです、ね。はい。この微重機の微妙なすごい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 。一切ここはもうはフリーですね。これパンパパンっていう音は必要ないでしょ、はい、いやその上はさすがにマフラーからしてますよ、うんうん、これちょっと60キロまでしか使えないのがちょっとあれですね、うん、まあ、コーディングとかできそうですけど、うん、いやっていうかスポーツモードすごいアフターファイヤーが、ね、ちょっと無駄にシフトダウンしたくなっちゃいますね、うん、ほらこれいいんすか純正でこれ、ね、なんかあの昔の AMG の A45 が出た時のあのバックファイヤーぶりですよ。いやいいな、これはいい車。ラグジュアリーと本当にやっぱ 今のスポーツカーってそのラグジュアリーとスポーツって両方味わえる車だと思うんですけど、はい、これでも本当に両方に2台所有してるみたいですね、うん、ですよね。それを本当に言っても過言じゃないぐらいのグレード違いでなんか2台所有してる感じがする、はい、もうだって本当にエコにしたらもう超高級車ですもん、うん、乗り味も、うん、静かだし。そうですね、だからまあある意味になっては7シリーズと同じって言ったけど7シリーズ買った感じでね。そうっすね、7シリーズ8両方7シリーズまあそんなに乗ったことないですけど、そのぐらいラグジュアリーでこうコンフォート。東松山インターまで35分ほど、これいいっすよ。まずそのスタイリングでやっぱりちょっとリアのちょっと高さがなかったりとか荷物がそんなに積めなかったりとかっていうのはありますけど、もう全然それ帳消しにできますね。いやいいですいいです。それだったらあのワンボックスにしてください。そうですね、はい、これはこのスタイリングでこの足回りこのエンジンでっていうのをやっぱり間違いないです、うん、もう全然もうあの天井の高さが全然低くても全然いいです。荷物ちょっと詰めなくても全然いいです全然いいです、はい、もう全て帳消しにできる、はい、かっこよくこんな車で走れんだったらもう最高ですよ、うん、本来のやっぱ車の良さっていう、ね、そうですね、やっぱりそのね、昔 BMW でいうと駆け抜ける喜び、そうですね、うん、本当それそんな感じだと思いますよ。いやいいっすよ、いい車だな本当に。あ、そして外に出すと確かにちょっと指紋気になりますね。指紋ね、ちょっとね、このクリスタルとかこの辺とか、まあ、この辺は触んないですけど、ちょっとこの辺の指紋はちょっと確かに気になりますね。これはいい車だ、いや最高です。 BMWいいでしょ、BMW いいっすよ本当に。また違った、いや、やっぱり走って楽しい車はいいっすね本当に。いいですね、しかもそれがオンオフできるって言ったら、うん、やっぱりずっとこう何ていうんですか、ずっとスポーツだとね、そう疲れちゃうんですけど、うん、疲れてこれだけはっきり使い分けられるんだったら、うん、もう本当にもうオールマイティに使えますよ。だから極端に言えばこう人乗せた時と自分一人でこうテンション高く走る時とで、うん、家族で出かける時がとかオンオフができるっていう、うん、そうですよね。これだったら家族で5人はきついですけど、うん、4人までだったらもうゆったり乗れるじゃないですか。ステアリングちょっと独特だなやっぱり、この太さと。いやでも全然その嫌な感じじゃないですけど、うん、なんか頭のいい感じが伝わってきますよステアリング。めっちゃいい車、これいいっすね。
ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。はい、というわけで今回は BMW M850i をご紹介させていただいたんですけれども、ここで小島さんからお知らせが。お知らせが、そうですね、はい、お知らせというか、まあ、今までちょっとあったんですけど、今回ちょっと全国の買い取りできるっていうのを LINE でもできるようにっていうのを、一応今まであったものをより明確にホームページでご案内できるようになりましたので、まあ、ぜひちょっと全国皆様の買い取り、どこでも、どこでも買い取り、北は北海道、南は沖縄まで、沖縄で行きますんで、はい、どこまででも、はい、はい、バッチリな車があれば、まあ、まずは簡単なところからで、まあ、LINE でしたりメールだったり、まあ、電話でもお問い合わせいただければと思いますので、まあ、まあ、ご自身の車写真撮っていただいて送っていただければ、ね、はい、ぜひ、まあ、ざっくりどのぐらいの金額から、まあ、最終的には現車をちょっと確認させていただいて、ね、はい、まあ、細かい装備の確認だったのか、はい、はい、そうですね、遠方の場合はツッチーと一緒に行く動画撮影しながら行きながらね、はい、ちょっと買い取りの旅なんていうのもお届けしたいなっていう感じですよね。そうですね、はい、そういうのもできると思います。なんで全国から買い取り依頼お待ちしております。はい、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。